まあ、普段から、まあ、キャンプとか、まあ、そういったことをこう楽しむ中で、まあ、インフラが途絶えた中でどういうふうに生活するかというノウハウが身につきますので、そういうことを訓練と思わずに楽しみながらやってもらえればいいかなというふうに思いますね。屋根がないとこで、まあ、生活しなきゃいけないってなったら、まずはテントですよね。それとまあ夜寝るということが非常にこう大事なので、体力をこう維持したりとか回復させたりする意味でも大事ですから、寝袋で案外忘れがちなのがマットなんですけど、マットがあるのとないのでは寝る時の、快適さが全然違います。そういったものというのは、もし火がなくても水だけで戻せるものだったりとか、そういったものがありますから、やっぱり美味しいものを食べるっていうのは、そのいろんな時のエネルギーをこう維持するのが重要ですね。あとこのヘッドランプも非常にこう便利ですね。よく懐中電灯ということが言われるんですが、実際懐中電灯を持ってしまうと片手が必ず塞がりますから、まあ、非常時に、まあ、非常にこういろんなものが倒れてきたりとかして、まあ、危険な状態の中ではヘッドランプというのが非常に役に立ちます。キャンプをするんだとか肩の力を入れずにですね、自分で楽しむと。でやってみて、一回やってみて途中で嫌になったら別にそれでもいいと思うんですよ。ちょっとずつ楽しめるように、それが一番のコツかなと。でそれによって生活力が高まっていけば、防災にも役に立つかなというふうに思っております。